簡単に実現できない企業の各拠点における SD-WAN 対応。コンテナ技術によりルーター本来の機能と機能拡張性を両立するルーターをご紹介。本日はご参加いただきましてありがとうございます。マジセミキャストの柴田です。スピーカーをご紹介いたします。古川ネットワークソリューション株式会社の肌野さんです。どうぞよろしくお願いいたします。ネタ機器のその機能拡張についてお話しさせていただきます。まあ、SD-WAN では機能拡張というのが求められる、技術になりますけれども、まあ、その辺をどうやって実現しているかといった仕組みの話と、あとまあ弊社が提案させていただいているサービスプロバイダーという考え方のちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。ちょっと今回はハードウェア製品のこの、赤枠で囲ったところですね。F70 や F220 といった製品が対象になります。まあ、主に拠点側で使っていただく、装置という形になります。ワイヤーネット機器の機能拡張のコンセプトなんですけれども、現在はクラウドネイティブのようなシステムが主流になっていまして、まあ、そのため内側でもですね、高機能な性能が要求されているというのを感じます。まあ、ですがその H 側にサーバーインフラを置いていくというのはコスト的には非常に高くなりますし、その一方でですね、ホワイトボックスのような装置を使ってですね、さらにそれに OSS のプロダクトを組み合わせて柔軟性を確保していくといった、まあ、一つの方法があるとは思うんですけれども、逆にこの場合はですね、ルーターのような、専用の機能であります、装置ではありませんので、まあ、ネットワークの、性能とか、そういう部分ではやっぱり、機能が満足できないというような課題があると、考えております。で、またルーター装置は、まあ、ルーター装置で性能はいいんですけれども、まあ、ホワイトボックスのような、柔軟性というのは、専用装置ではないので、そこを2つともですね、ホワイトボックス並みの性能を求めてですね、その柔軟性と性能を両立したようなこの製品を目指そうというのが、このハイテネットシリーズのコンセプトになっております。その柔軟性を確保するという意味でですね、今回コンテナ機能というのをルーター側に実装してまして、今回これが大きな、機能の一つになります。でこれはですね、まあ、ハイテネット装置はARMのマルチコアのシステムになっていまして、まあ、ここの図に書いてありますように、まあ、4つほどコアが載っているんですけれども、まあ、そのうち の半分ほどをですね、Linux のコンテナ用に、使用するようなコアのアーキテクチャになっています。で、コンテナは、まあ、システムコンテナ として動作してまして、ここで、まあ、お客様に自由にアプリを入れて動かしていただくということが可能になっています。で、コンテナ空間で動いているので、まあ、パケット受信処理も含めて、専用の割り当てられたコアで受信しますので、こちらの、左側に書いている緑の部分は、ルーター側の機能になりますけれども、こちらに性能を与えること、性能に影響を与えるようなことはないような仕組みになっております。で、コンテナ仕様についてちょっと簡単にまとめたのがこちらの表になります。まあ、先ほど申しましたように、システムコンテナとして動作するような、環境を用意してまして、まあ、コンテナ数としては一つだけになるんですけれども、これが筆頭兼コンテナとして動いています。で、コンテナのエンジンというものに関しては、まあ、LXC という、製品を使っていまして、先ほど申しましたように、アルパインリナックスの、イメージをベースにしたものを、動くようにしてあります。で、まあ、アクセス手段に関しては、先ほど言いましたように、ルーター OS 側からのアクセスも可能となっていますし、ネットワーク接続というのも、当然、SSH サーバーのようなものを入れていただければ、コンテナ環境に直接アクセスすることも可能になっています。コンテナ機能をルーター側で動かすような仕組みというのを、ファイテルネットの機器の方では用意してありまして、まあ、ここで自由にいろんなアプリを動かすことができますが、まあ、これを使ってですね、SD-WANでも求められているような柔軟性というのを、確保できるんではないかと考えています。で、特に弊社ではですね、このサービスアダプターという考え方をちょっと
提案させていただいてまして、クラウドサービスだとですね、ただつなぐだけではなくて、それを利用するためには、端末側というか、クライアント側の端末にも多少設定を入れなきゃいけないというのは、少なからずあると思うんですけども、まあ、そういった、場合でもですね、そのコンテナ側の、自由な柔軟性というのを使ってですね、まあ、クラウド側のその API とかと連携してですね、で、まあ、クラウド並みの柔軟性といったものを使ってですね、端末側の方のと連携してサービスをセットアップするような、そういった仕組みっていうのが、できるんではないかなと。まあ、こういった意味でサービスアダプターとしてのハイテルネット、まあ、ルーターが支援、つなぐだけではなくて、まあ、使いやすいようにルーターが支援していくといったソリューションというのを提案させていただいて、はい。で、ここからではコンテナ機能を活用したユースケースのご紹介ということで、ちょっと具体的な、お話をさせていただこうと思います。まあ、その1ということで、一番簡単な例だとは思うんですが、パケットキャプチャーをしてみるっていうのをちょっと、例として紹介させていただきます。パケットキャプチャーは、ポートミラーリングして、キャプチャーするっていうのは、まあ、どのスイッチのようにもあると思うんですけれども、ハイテルネット機器の方では、そのポートミラーリングしたバケットをコンテナ環境にポートミラーリングするっていう、まあ、ルーター側の機能として、それがサポートされてますので、まあ、それを使ってコンテナ側で、パケットキャプチャー、まあ、例えば TCP タンプのようなパケットキャプチャーのツールを立ち上げてですね、そちらで解析するっていうのが可能になります。で、まあ、これだけだとそんな面白い話ではないんですけれども、それとですね、例えばパケットキャプチャーのツールの中にはリモートのキャプチャー機能っていうのもあったりしますので、例えばその、ツール機能を使って連携させるとですね、リモートからでも、現地に行って、ポートミラーリングして、キャプチャーしているというような操作感が実現することは可能です。まあ、現地にわざわざ出向かなくてもできるという意味では、簡単な例ではありますけど、非常に、有用じゃないかなとは思います。で、あともう一つは、その2として、ネットワークのトラフィックの可視化というものがあります。まあ、トラフィックの可視化とか管理っていうのは SD-WAN でも求められている機能の一つだと思うんですけども、これもですね、OSS を使って簡単に、できるという例になります。先ほどの同じデプトミラーリングの機能を使ってですね、コンテナ環境に中継データを、ミラーリングしてですね、で、そのデータをコンテナ環境で動かしている、フローコレクターやネットワークの分析ツールといったものが OSS でありますので、まあ、それらに入力してやって、まあ、そこからそのツールからですね、まあ、クラウド側にデータを転送してですね、まあ、クラウド側でそのデータ分析や可視化を行うというような、ソリューションになります。まあ、システムコンテナの中でアプリケーションをインストールして使ってもらうという話になったんですけれども、やはり、アプリケーションを大規模にですね、運用していこうってなるとですね、やはりデプロイをどうするんだとか、運用監視はどうするんだっていう話が出てくるのかなと思います。で、まあそういった場合はですね、やはりこのオーケストレーションを使うっていうのが非常に有効かなと思うんですが、現状はちょっとそこの部分にはちょっとケアできてない部分があってですね、例えば100台の装置に同じアプリ入れていただくっていう場合にもですね、まあ、一つずつ、オーケストレーションツール使わなければ一個ずつ手動で入れていただくというような状況になるのかなと思います。で、さすがにちょっとそれでは使いづらいと思いますので、今、ちょっとレクシーだけではなくてですね、ドッカーのサポートっていうのも実は検討しています。まあ、LXC のところを、まあ、この図で書いて、ありますように、ドッカーに乗せ替えるみたいな、そういったイメージになるんですけれども、まあ、そうすればですね、アプリケーションごとにコンテナ環境というのが準備できてですね、いわゆるアプリケーションコンテナとして実行できますので、まあ、いわゆるクラウドネイティブのシステムの連携というのもやりやすくなると思いますし、あと、複数のコンテナを連携させて動作させたいという場合はですね、それも簡単にできるようなできますので、そういうところが便利だなと思っています。まあ、なんといっても Docker っていうような充実したエコシステムですね。Docker ハブを中心とした
実質対策システムがありますので、そういった部分を使えるっていうのは、お客様の方でアプリを使っていただくハードルっていうのがうんと下がるのかなと思ってます。でですね、そういう背景もあってですね、今、弊社の方で提供させていただいているクラウドサービスのフラクネットというものがありまして、まあ、これは、装置を一括管理するものでして、まあ、ファイテンキックの方をですね、一括管理するものでして、まあ、コンフィグの設定とか、ファームウェアの変更とか、そういったものも、可能になっております。まあ、履歴情報も、各に遡って、保持してますし、SD-1 でも出てきたと思うんですが、ローカルブレイクアウトのポリシー情報を配布したりといった、そういった機能もあります。で、ここにですね、ちょっと 今後はですね、まあ、機器側でそのロッカー対応っていうのを進めていけばですね、このフラグネットの方でもそれを連携してですね、コンテナの操作、まあ、配布や監視、そういったものをできるようにしたいなと思って、今、検討しているところです。特に今のところ考えているのはですね、コントローラー、まあ、その、ドッカー環境を機器側でこの使うようにするっていうのも、ちょっと少し、手間が必要なので、まあ、そういったところは自動化して、フラクネットで自動化して、簡単にユーザー様の方で、ポータルサイトから簡単に操作するだけで使えるような、そういったものをちょっと目指したいなと思っています。で、まあ、特に、コンフィグ、アプリケーション自体のそのコンフィグレーションとか、そのイメージ自体も、そのレジストリーサーバー等を使ってですね、管理ができますので、まあ、それをクラウド側で管理するっていう形もありますし、あと、まあ、ローカル側で管理したいっていう場合もあると思いますので、そういったものもできるような、仕組みを今のところ検討しています。で、まあ、このエフラクネットの特徴の一つとしては、まあ、NAT の環境下でもその装置を管理できるっていうのもありますので、当然今回のこの Docker もし使うようになればですね、そういった環境でも使えるようにしたいなと思っています。まあ、その同時に、デプロイの形態としては、その複数の装置を同時に使いたい、連携させて使いたいっていう場合は、もうクラスターのようなタイプで、配布する、デプロイするっていう形式も考えられますし、まあ、そういうことは必要なくて、スタンダードローンで動ければいいという場合には、その個別で、ドッカー環境を使えるような、そういった、環境、にも対応できるようなものを今考えております。コンテナ企業を、中心にですね、ネットワーク機器の柔軟性をどう実現したかという点についてちょっとご紹介させていただきました。エルネットのその、まあ、現状は LXC のアプリケーションを、コンテナ機能をサポートしたものしかリリースしてないんですけども、まあ、その辺の詳しい情報っていうのはちょっと URL の方で、こちらの URL の方で、公開してますので、もしご興味ある方は、ぜひ見ていただければなと思います。ぜひ、声かけていただければと思います。よろしくお願いいたします。